エルネストったら仕留め損ねたのね。やだな、もう辛いわね。エナジーハルをステープフレイムラッチャーエナジーハルをステープステープフレイムラッチャーエナジーハルをで、セーフです。まずセーフセーフじゃん。当然ですわね。やったわ。手ごわそうね。勝つわ。
嬉しいですわね。ヘイ、スターライト、フレイムランチャー。はっ、やってないよ。ヘイ、行け。はっ、テイ、はっ、スターライト。はっ、てやー、で、当然ですわね。スターライト、フレイムランチャー、フレイムランチャー、スターライト、ラッキのせいで私の華麗なる着地が台無しだわ。でもどうして空から人が？素敵な出会いをするには空からって相場が決まってるじゃない。空から舞い降りる美少女、そして地面で抱きかかえてくれる素敵な男性。はあ、それがよりによって女の子にぶつかっちゃうとは。はあ、私の計画が。ごめんなさい。でも私も異世界から来ると言われる光の勇者様との出会いに憧れていましたから。わかる？分かってくれる？この気持ち。運命の出会い、なんて素敵な響き。あ、そうですね。でも実際に現れた光の勇者様は想像と違ったな。え、なになに？光の勇者様と運命の出会いをしちゃったわけ？ええ、私が魔物に襲われた時、彼が偶然危ないところを光の剣を使って助けてくれたんです。でも彼は光の勇者様じゃなかった。私が勝手に光の勇者様だと信じてただけ。もしかしてあなた彼のこと？別に私はクロードのことをそんな風には。クロードって言うんだ。へえ。だから違うんですって。あなた名前は？レナ・ランフォードです。私はウェルチ・ビンヤード。決めた。私あなたについていくわ。なんだか面白そうだし、それに私ここに来たの初めてで、一人じゃ心もとないの。
それにちょっとそのクロードって男、女の子の気持ちをわからないようじゃダメね。教育がなってない。だから私が一発ガツンとかましてあげる。いや、確かに鈍いしちょっと子供っぽいところもあるけど、私たちそういう関係じゃないから。またまたそんなこと言っちゃって。それに私たちは今ソーサリーグローブを調査する旅の真っ最中で。だったら私も一緒に行ってあげる。ダメよ、だってとても危険な旅なのよ。あなたを巻き込むわけには。こう見えてもクリエイターなの。だから戦闘に自信はあるわよ。クリエイター？まあ要するに何でもできる女ってところね。でもそれに私はレナの力になってあげるって言ってるの。恋の悩みならいくらでも指南してあげるわよ。それはそれで不安が。さ、どうしてほしい？ウェルチさん、ご指南お願いします。任せなさい。それから私のことはウェルチでいいわよ。あ、うん。さあさあ、早速クロードのところに案内しなさーい。ちょっと待ってよ、ウェルチ。あの、みんなに紹介したい人がいるの。ウェルチ・ビンヤードよ。よろしく。僕はクロード・シー・ケニー。よろしく。へえ、あなたがね。ウェルチ、ちょっと。確かにパッとしない感じかな。まあいいわ。今日から私もあなたたちと一緒に旅をするからよろしく。さあ、ビシビシ締めていくわよ。足手まといにならなきゃいいけど。なんだか嫌な予感がする。感じ？えい！モール！えい！フレイムランチャー！えい！フレイムランチャー！えい！こんなものなの？はい、次行ってみよう！油断は禁物よ。消化試合って感じ？モール！ゴー！よし、行くぞ！フレイムランチャー！ゴー！ゴール！フレイムランチャー！フレイムランチャー！こんなものなの？やったわ。